はい、村上です。今多分タハレル広場では多分預言者を冒涜したそのアメリカの映画に対する、デモがあると思いますが、ここはカタラクトホテルというところで、ここにもいっぱいこういう人たちが、遊びに来ています。僕の後ろのあちらの方では見えるか分かりませんが、タバコを吸いながら、プールに浸かっているエジプト人の若者の一部であるのもあります。そして後ろの方、こちらの方には、子供たちの歓声が、響いています。まあ、多分ですね、日本の、ニュースではそういう預言者の冒涜に対するデモのようなニュースがたくさん出てくると思いますが、それはあくまでも、エジプトというこの多様なエジプトという国の一つの、側面に過ぎない、ということは確かだと思います。そして同じ時間に、このように、同じ時間にこのようにそのホテルで遊んでいるエジプト人もたくさんいるということを皆さんにお伝えしたいと思います。以上です。